これは早くも見事な一品との出会いが。これが噴水、命の源たる水をもてあそぶ罪深きアート。その魔性ゆえに効果を投げ入れた者の願いを叶えてしまうものまである。いえ、私この時のためにと意気込んで硬貨を少々持ってまいりました。500円硬貨に数えまして2000枚、締めて100万円からスタートでございます。投げ入れることばかりに夢中で肝心の願いを考えておりませんでした。これではいけませんね。熟考の上、また近いうちに訪れることにいたしましょう。おや、こちらは何の施設でしょうか。中に険しいお顔立ちの御人がいらっしゃいますが、こちらに貼ってある顔写真は指名手配報奨金。これは私の討伐依頼と同様のものと考えてよろしいのでしょうか。討伐の証はどのように確認を。同じということは体の破片を持参せよと。興味は尽きません。こちらの建物はまさか。ここはクラブ。内なるパトスのままに踊る、そんな日常では許されぬ欲求を解放する光と音の地下庭。あ、そんな、今は閉まっているのですか。残念でございます。ぜひ私もと思っておりましたの。イエーイ。ふう、幾分気が収まりました。それにしてもどの場所も大変興味深く目移りをしてしまいます。よろしければあなたのおすすめを教えていただけませんか。カラオケ、それはまさか私の秘密のレパートリー。ついにお披露目の時が訪れたようですね。下部音曲の本職の歌い手にワンボタンで挑戦できるという。あの、あ、失礼、少々お待ちいただけますか。こちらにも噴水があったのですね。あ、さらにあちらにも噴水が。なるほど、この場所の噴水の主は三位一体ということなのですね。お待たせいたしました。それでは参りましょう。では参りましょう。我が主を称える歌、ぜひご一緒に。ラーラーラ。おや、ご存じない。本日は数々の貴重な体験をさせていただきました。依頼の方は十二分に達成でございます。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。